はい、おはようございます。8月31日、8月最終日ですね。公開ダラダライブ58回目ですね。すごいですね、58回も続いてますね。去年の7月下旬から始めた公開ダラダライブ、8月下旬になって13ヶ月が終わろうとしてます。今日は雨の札幌です。秋雨が降ってます。秋雨前線上がってきました、台風の影響で。朝から車が多いです。土曜日の朝7時半なんですが、朝から車が多くてうるさいですが、今日も1階ガレージのオープンエアのオープンスタジオから、涼しい朝の中、ちょっと冷たい雨を感じながら、そこそこ降ってますね。いい感じでね、秋の雨ですね。はい、そこそこ降ってます。そんな中、公開ダラダライブをお送りしてまいりたいと思います。まあ、公開ダラダライブですので、取って出しで、てか他の番組も全部取って出しなんですが、基本的にね、まあ、ちょっとだけ編集してる番組もなくはないんですけども、今日もお送りしてまいりたいと思います。我が家北海道犬トイチロウくんは足元で横になって寝てますね。朝ごはんも食べずに、昨日夜中にうんち散歩行ったん でちょっと睡眠浅かったんですね。今ゲストハウスお客さん来てまして、それでちょっと睡眠浅かったんでしょうね。朝寝してます、トイチロウくん。気持ちよさそうに、涼しいから過ごしやすいんでしょうね。まあそんなわけで、車うるさいなと思いながら、この公開ダラダライブ、実は先週からなんか1ヶ月ぐらい経っちゃったような気がして、あれ本当にもしかして先週公開ダラダライブすっぽかしたかなと思って、今見直したらちゃんと先週やってましたね。何喋ったか忘れちゃいましたけど、やってましたね。なんかこの1週間長かったですね。なんでこんなに長く感じたんだろうって、いくつか理由はあるんですけど、いくつか理由がある一つが、ちょっといろんなこうリニューアルの時期というかね、バージョンアップの時期というか、まあいろんな意味で少し次の段階というか次のステップというか、そんな風にシフトを変えるというか、ギアを変えるというか、そんな段階に来たなぁと思って、そういうことを考えたりやったりしてたら、意外とやっぱり濃密だったんでしょうね、それなりにね。まあそんなのが一つと、もう一回やっぱり季節変わりですね。季節の変わり目っていうのは、ちょっと前夏だったのに今秋ですから、すっかりね。だからで、天気も結構雨降ったり晴れたりいろいろしてたんで、まあその分長く感じたのかなっていうのと、やっぱり9月に入るんでね、長月と言いますが、長月ね、まあやっぱり9月はのんびり長く感じるんだろうなぁと根拠ないですけどね、夏に比べてね、なんとなく気分ものんびりして、秋の夜長じゃないけど、秋はなんとなくのんびり気分なんのかなぁなんていうことも感じたりとか、でもう一個やっぱりいろんな作業ちょっとやったんで、結構ノーミスだったんですね。多分配信数も多かったんじゃないですか、この1週間、よくわかんないですけど。でもう一個は、もうすぐ声で書く日記が200回になるんですね。あと4日か5日ぐらいでね、200回になるんで、その節目に向けていろいろやんなきゃっていう、やりたいなっていうのと、でもう一個はこれがまたね、まあいろいろ短いのとかとんでもないのを配信してるからなんですが、リッスンがもうすぐ1800エピソードになるんですね。多分ちょうどその声で書く日記200回と1800エピソードがほぼ惑星直列のように重なるかなと思ってるんで、それも合わせてやろうかなとかね。まあ他にもいろんな節目節目を勝手に作ってんですね。そうしないと、なんだ、節目のない人生を送ってるんで、還暦迎えて以降はもう節目がなくなっちゃったんで、次の節目ないので、で、仕事もやってないから、ね、節目がないんです。で、時々民泊お客さん来るのが節目になってみたりとかね。あ、で、民泊のお客さんもいなかったんですね、この一週間ね。ちょっと空いたんですね。まあ、それもやっぱり長く感じた理由かな。やっぱお客さん来るとちょっと、なんだかんだやることあるので、やっぱり早く時間過ぎる感じするのが、いないとやっぱりのんびり、トイチロウくんと二人きりのんびり。で、散歩ものんびりしましたね、この一週間ね。結構ね、トイチロウくん結構毎日のように河川敷行きましたし。はい。まあそんなこともあって、かなり、なんか前回の公開ダラダライブ何喋ったか、いつやったか覚えてないっていうか、もう遠い記憶の彼方で、本当に先週やったんだろうか、あれから1週間しか経ってないんだろうかって、くどいですね。
くどいけどもそんな感じの朝です。ということで58回目の公開ダラダライブ。今日もダラダラと30分間喋っていきたいと思いますと言いながら、もう5分喋っちゃいましたね。あと25分。まあ今日は何喋ろうかなっていうことなんですが、公開ダラダライブはだいたい未来のことをね、フィードフォワードで、将来に向けての、未来に向けての話をすると、フィードバックじゃなくてね、あんまり過去は振り返らずにっていうか、まあ、未来のために振り返りつつ未来の話をしようってことで、この先何するかなんですね、私ね。何するか。いろんなことやってきました。1年経ちました。ちょっと振り返りもやったんですね、ここのとこね。ポッドキャスト7月4日に始めて1年以上経ちまして、リスのホスティングも1年経って8月3日ね。で、もう、それで1ヶ月経とうとしてるわけで。で、ちょうど声で過去日記なんても始めちゃってね。そうすると1年前を振り返りながら、おお、1年でこんなに変わるもんだなということも感じながら、1年前を思い出して1年間を、に思いを馳せると、じゃあ次の1年ね。来年の今頃どうなってるだろうかっていうことにこうワクワクするわけね。ねえ、どうなってるだろうかって、やっぱりいろんなことが変わってきてるので面白いですね、これはね。変わらない日常と変わる日常といろいろあったりして。で、そんな感じで、まあ他にもいろいろありますよね。結局民泊も1月から Airbnb に登録したら、結構外国のね、グローバルにいろんなお客さん来たのも楽しいし、うん。あと、カーシェアは去年、ん？あ、カーシェアもそんな時期ですね。カーシェアの後だ。後だ。うん。あ、違う。ちょっと前だ。去年のちょっと前から始めたんだけど。まあ、それはさておき。まあ、この先何しようかな。うん。今日は何の話しようかな。まあ、一個、昨日をやったのが、ノートのオンラインサロンっていうのをね、やって、もうそれこそ SNS 関係はね、ずっとやってなかったのを再開したのが去年の1月29日だって話はもう何度もしてるんで、もうそれ聞いたという人いっぱいいると思うんですが、まあとにかく去年、2023年1月29日から SNS 再開して、トイチロー君のインスタしかやってなかったね。その前の2年間はね、もうめんどくせえなと思ってやってなかったのが、まあ還暦迎えるし、まあね、追い先短いし、まあ喋れるだけ喋ってね、まあやることもないしってまあやり始めたんですが、でそれは。で、それやってたら4月にね、オンラインサロン、メンバーシップ立ち上げるところまでたどり着いて、で、それやってずっと続いてんですけど、細々とね、新規メンバーなかなか増えないですけど、まあ、それはそれで、でも継続して、ね、付き合ってくれてる方がいるだけありがたいなと思いながらやってんですが、まあ、それもだからもう16ヶ月ぐらいずっと続いてて、毎月ノートさん、ノートから来るんだね、メールがね。何ヶ月目になりました、すごいですねって、いや、そんなに続かないもんなのかと思いながら、まあそうかもしれないなと思いながら、まあ、細々と続いてることに感謝しつつ、少しリニューアルを、一回4月に立ち上げて8月ぐらいにちょっとリニューアルして、で、さらに12月にリニューアルして、で、それからそのまんまにしてたんですが、さらに、バージョンアップですね。バージョンアップ。リニューアルじゃない。バージョンアップをこの9月からやるぞということで、一応、その、これまではノートを、おー、すごいうるさいね、車がね。はい。これまではノートメインで、ノートでいかに音声配信、文字配信をね、融合させてやるかってやってたのが、ポッドキャスト展開をね、去年の夏から始めて、で、そういった別のプラットフォームも絡めながら展開するって話になってきて、で、さらにリッスンという文字起こしが連動したことでいろんな可能性が展開してきてって、でここに来てパトレオンなんても手出して、これも面白いんですね。サブスクができるというね。パトレオンはいいですね。とてもね。これは使えますね。で、さらに機能改善されていく予告も出ててね。待ち遠しいですけども、そうするといろんなプラットフォーム間連携ってこうできるということで、今それが楽しくてしょうがない。つまり一つのプラットフォームだけじゃなくて、プラットフォーム間で連携させることでいろんな
ことができるっていうね、これがもう楽しくてしょうがないので、今それをいろいろやってるのがやっぱ面白いですね。で、そんな中で、そういう流れの中でノートのメンバーシップオンラインサロンのメンバーシップ、小さなオンラインサロンもバージョンアップするというふうにようやくこう煮詰まってきまして、でそれが車の両輪で、一つがいわゆるノートメインとした文字の配信、ブログもそうなんですけど、でもう一個がいわゆる音声配信、 AI 文字起こし付きの音声配信という、これを二つの両輪にしようということで、まあ私もそれなりにポッドキャスト始めて1年以上経ったし、まあエピソードもそれなりの数重ねてきたん で、これはこのまんま続くだろうと、あと何年か知らないけどね、思ったん で、これから音声配信始めたい人とかも結構いたりして、昨日も久しぶりにメッセージが来て、 Facebook でね、ポッドキャストをやろうかなって言ってる人がメッセージくれたんで、あ、これも嬉しいなと思って、うん、やろうやろうと言って、言い始めてんですけど、そしたら多少のね、やっぱり1年間の経験とバーチャルな経験と、それからね、無駄に取って出しエピソードを配信してきたってこともあるので、もう取って出しポッドキャスター支援スタートアッププログラムみたいなね、それをこうオンラインサロンメンバーシップに入れちゃおうと、ね、でプラットフォーム関連系、どこで何を始めるといいのか、どっからだいたい挫折しちゃうんだよね、始めたいけど続かないっていう、やっぱ継続する秘訣ってあるような気がしてて、でまあ別に続けることが目的じゃないんだけども、まあせっかくやるんだからやっぱり楽しく続けれるに越したことはないんでね、でそういったことも含めて、どこのプラットフォームを選んで何を目的にどんな風に楽しめるといいのかなとかね、でその時に例えばなかなかリアクションないなってやめちゃったりとかね、うん、やっぱそこでこう音声配信の世界っていうのはある程度知らないでやるから、期待値も含めてズレが生じるとやめちゃったりとかね、いうこともあるんだけど、そこがこうこんなもんだよっていう感触がわかるだけでもいいと思うんですよね。だから多少は何か役に立つかなと。でまあそれなりにあちこちのホスティングサービスも使ってきたし、それぞれのプラットフォームもそれなりの特徴もまあわかんないわけでもないのでね、まあ都合よくその人に合ったところをどんな風に、どんな思いで、どんな目的でやると、まあスタートアップできるかなみたいなのを一緒に考えるみたいなプランを、長いね、ノートメンバーシップオンラインサロンの、メンバー特典っていうかな、に加えちゃおうということで、もうその予告を始めましたね、昨日からね。まあどんだけ反応あるかわかりませんが、なんかね、やっぱり音声配信ポッドキャストってちょっとじわじわーっとやりたいなって人やっぱ増えてんだと思うんだよね。でこれ理由があって、これまでの YouTuber とか、あと文字の配信、にやっぱりもう飽きてきたとかあるんだよね。動画見るのも飽きてきちゃったしっていう。で、毎日文字でブログ書いてても、なんかね、それ続く人もいるけど続かない人もいるしね。で、YouTuber は結構手間暇かかるし、めんどくさいし、めんどくさい割にはもう飽和しちゃってるからさ。もうそれこそ Twitter なんかもそうだけど、なんかフォロワー増やしたい人は炎上狙うしかないみたいな。炎上商法みたいになっちゃったり、それはやっぱり本来の SNS の目的じゃないし、フォロワー増えたとこで何も面白くないわけでね。一瞬面白くても1年続かないわけで、やっぱり目的とかは違うところに置いた方がいい、と思うんだよね。 SNS 本来の目的のところにちゃんと足場を置いてやってった方がいいと思う。だから数の問題じゃなくてね、中身の問題っていうかな。まあそんなことも含めて、こんな感じで音声配信やると、こんなプラ、まあ、こういうタイプだったらこういうプラットフォームがいいんじゃないのみたいなことも含めて、ここだとこういうことできるよとか。で、それをこう段階見ながら、ここ連携させるとこんな可能性も出るよとかね。なんかそんなことは多少はこう、スタートアップのとこだね。ちょっと何かアドバイスできるのかななんて気がしてきたのと。で、あとは、これ、いわゆる取って出しポッドキャスターっていう風にしたのね。取って出し。もう台本なし、編集なし、取って出ししか面倒見ませんみたいな話なんですね。結局、
編集とかマニアックにやりたい人は、まあそれは私に聞かないでくださいと。知りませんっていうね。で、これからはもう取って出しの時代だと、音声配信はね。取って出しでみんながやる時代で。ね。もう取って出しでいいんだよっていうことで、その取って出し、ポッドキャストはスタートアップということでやる。まあせいぜいあとはね、まあアンカーもなくなっちゃったしね、Spotify の編集録音、収録ツール。あれがちょっとポッドキャスター的にできたわけですが、手軽に編集ね。で、それなくなっちゃって、せいぜいスタンド FM で BGM こうやってつけるとか。まあ、あとはね、ラジオトークで最初と最後の効果音を入れるとかね。それぐらいしか今なくなっちゃったんで、他に編集ツールを手軽に、オンラインで、リアルタイムでスマホ一本でできるとかなくなっちゃったんで、まあそれはそれでもう、だからいいのよ。取って出しで、時代は取って出しでいい。というふうに、まあ思ってて。ほんと車うるさいし、雨もちょっと激しくなってきましたね。はい。車も激しくなってきましたが、まあ公開ダラダライブなんていいでしょう。ね。まあそんなことを考えてるということで、とにかく、少し、なんていうのかな。ちょっとノートメンバーシップ、小さなオンラインサロンを使って、ちょっとポッドキャスター、ね、スタートアップ、取って出しポッドキャスターに限るっていうね。これをちょっとやり始めて、まあどんだけ反応あるかわかりませんが、もしかしたら一人二人ポツポツとね、来年までには、来年までには三人ぐらいかな。来年の今頃までに三人ぐらい、それでやる人が出りゃいいなぐらいの感じでね、思ってますけどね。まあそれが一つですね。ちょっと来年に向けての、来年っていうか、一年後の夢というか、夢ではないね。まあそんなことをちょっと始めたよということと。で、あとはもう一個。これも結局音声配信とかね、まあブログもそうだし、ノートもそうだし、結局何やってんのかって話で。で、まあ、ね、まあ私の結論は結局リッスン図書館、悠々ライブラリーがこれ一つの帰結？結論なんだよね。うん、デジタルことの葉アーカイブ。ね。肉声と文字の語り本の世界を電子メディア上に蓄積していくことって、もうこれがもう私の目的ですね。うん、まあ、ある意味、紙の本を書くとか、電子書籍を書くとか、Kindle 出版するとかっていうのと違うんだよね。あれは結局音声のない、肉声のない文字情報であって、Kindle 出版って別に紙を電子上に置いただけだしね。で、オーディブルはオーディブルで、なぜか文字じゃなくて肉声。まあ文字も見れるのもあるのかな、よくわかんないけど。やっぱ文字と肉声で AI が読んでたら味気ないんで。本人の肉声と文字起こしの語り本だよね。やっぱそこが、電子媒体の特性を最大限に活かした情報配信の仕方だという。これはいろいろ考えてきたけど、そこが結局やっぱ結論ですよね。遅かれ早かれみんなそういうところにたどり着いていくだろうという気がするんだよね。単なる音声配信じゃなくて、単なる文字配信じゃなくて、単なるブログ配信じゃなくて、単なるノート記事を書くんじゃなくて、やっぱり肉声とテキスト語り本だよね。で、それがベースとしてあった上での読み本ね、エディットされた読み本っていう。やっぱここだよね、ここだよねって何言ってんだか分かんないけど。まあこれがやっぱり去年8月3日からね、20年ぶりのワクワクでリッスン始めて、で、結局今何が起きてて今後何が起きるだろうかと、これから5年10年でね、いうことを、まあ試行錯誤というか試行実験というか、いろんなシミュレーションとか4象限とかでネチネチと考えてきた、やっぱり必然的帰結というか論理的帰結というか、これからの時代のトレンドに間違いなくなっていくというか、で、しかもそこで、なんで文字配信、キーボードフリック入力の文字配信じゃなくて音声配信かというと、音声入力の方が楽だから、便利だから、たくさん喋れるし、そのまんま AI が文字にしてくれるから、これ以外のことはないわけね。ただみんななんとなく音声入力、音声配信っていうのを体験してないだけの話で、やり始めたらこれはもうそっちに行くだろう。
それこそブログで日記書いてたけど、声で書く日記始めました。あ、声日記か。始めました。これなら続けれそうな気がするっていうのもそういう話だし。あとなんだっけ。あと面白かったのが、これまた別の話ですけど、どっかで見たんですが、その、例えばこれまでに400エピソード、500エピソードを配信してきましたと。で、どこで何喋ったか、今更聞き直す気にはなりませんと。ね。誰かがどっかで何か言ってたか、書いてたかしたんですよね。そりゃそうだよね。音声データ、自分の喋ったやつ、400個、500個あったら、もう100本でも嫌だよね。100本聞き直さないとどこに何があるかわかんないって。これもう絶対聞き直さないと思うんだよね。お蔵入りだよね。埋もれて誰も。だからそれでは自分ですら聞き直さないんだから、他人はもっと聞き直さないわけで。ところがこれがもう AI 文字起こし全部されてて、検索かかったら、あ、ここでこれ喋ってるって、そこだけ聞けるんだよね。だから1000本あろうが2000本あろうが1万本あろうがエピソードがね、これ全部文字化されてれば、全部検索でアーカイブでちゃんと引っ張り出せるんだよね。現在に、今に、つまり過去の屍を現在と未来に引っ張り出せるんだよね。これ音声だと引っ張り出せないんだね。だからこれがやっぱり旧来型のポッドキャスト、文字起こしなしのポッドキャストと文字起こしありのポッドキャストの決定的な違いなんだよね。そこでの情報、言葉を現在と未来にこう再び引っ張り出せるかどうかってね。で、その時に全部音声聞き直さないとわかんないという話なのか、いや文字で一覧できるのかっていう、もうここ大きな違いで、しかもそれ字幕じゃダメなのね。字幕じゃね、何度も言うけど字幕じゃダメなんだね。ブログのように一覧できるデータじゃなきゃいけない。で、しかもデータらダウンロードしてそれでアーカイブ作っちゃったらさ、文字だけのね、もうそれ検索情報サイトになるわけだよね。だからもうこれは AI 文字起こし革命の衝撃はまさにそこにあるんであって、これをフルに活用しない手はないのに、なんとなく未だに音声配信だけでやってるとかいうのはもったいない。声日記も音声で記録すれば日記になるっていうんだけど、これ後から振り返ろうと思ったら音声聞き直さないですよ。やっぱり365日経っちゃうと、あ、ですよって誰に言ってんだかわかんないけど、まあそんなわけで AI 持ち起こし革命の衝撃と音声入力の時代と、もうこれ必然的な流れですよね、間違いなくね。まあそんな風に思うので、まあいいや、これはもうね、そうなってくんで、もうコロナと一緒で、コロナが3年続くと最低でも、ね、言ったのと一緒で、でその時コロナ1ヶ月で終わると思ってた人はね、まだ続くのかってやってただけの話であって、音声入力、音声配信、ポッドキャストの変容、 AI 文字起こしの衝撃はこれから5年10年かけて電子メディア上に何を引き起こすかっていうのは、もうこれある程度ね、誰がどう思うとか誰が何を言うじゃなくて、もう必然的にそっちに流れていくわけで、まあそれを前提にやるかやらないかだけの話でね。まあそうすると、まあ、なんていうのかな。まあいいや。まあそんだけの話です。ということで、まあ、マイペースで、マイウェイで、楽しく、やってますね。うん、これは本当に、面白いですね。いろんなことがね。で、最近ちょっとハマってるのが、やっぱパトレオンいいですね。これね、パトレオン。パトレオンノートリスン連携は可能性あるな、これ。間違いなくね。うん。で、なんでこれが、ね、三角形、トリアーデ、トリニティになるかって、三位一体かっていう。まあ、とりあえずの三位一体なんでね、これからパトレオンがさらに機能改善したら、むしろパトレオンとノートで直結するけど、今リスンかませないと、機能しないんだよね。うん、で、これは要するに文字起こしのあるなしなんですね。結局ノートには文字起こしないし、それから、パトレオンにも文字起こしないしね。やっぱもう文字起こしはリスン最強なんで、
だからあらゆるところにリッスンが絡むわけね。リッスンをメインに置きながら、そのリッスンにいろんなプラットフォームを絡めていくと、これ、それこそスタンド FM もラジオトークも全部そうですね。あらゆる音声配信プラットフォーム、あらゆる文字配信プラットフォーム、ブログからノートから、これ全部リッスンでつなげていくと。リッスンを扇の要の維持においてつなげていくと、もうこれは本当にそれぞれのプラットフォームの活用が全然違ってくるというね、格段に違ってくるっていう、それぐらい AI 文字起こしと音声入力のセットっていうのは強力なんだよね。強力。すべてをつなぐ要の位置だよね。すべてをつなぐ輪っかですね。これがリッスンっていう。だからリッスンがなくなると本当に困るという。何にもできなくなっちゃうっていう。だからリスンサーバー重たかったり、文字起こし遅れてたり、サマリー生成遅れてたりするとすごい困るのね。すごい困る。本当に困るんで、近藤さんよろしくお願いしますって感じなんですけどね。あのね、釧路に来てたみたいですけど、札幌にも寄ってくださいよ、みたいなね。感じですが。まあ、釧路行ったのは正解だと思いますね。札幌も涼しくなりましたけど、やっぱり道東はいいですよ。極楽浄土って書いてましたけど、道東はいいですよ、本当に。あの辺の湖も景色もね、いいし、根室もいいし、あの辺はいいですね。やっぱりね、手つかずの地域というかな、一番そうじゃないかな。まあ、稚内、道北もいいけど、道北よりやっぱり道東ですね。道東がいろんな意味で、釧路湿原から向こうの方ね、根室まで。いいですよね。とてもね、湖も綺麗だし、景色もいいし、温泉もいっぱいあるし。ヒグマもいるし、ね、動物もいっぱいいるし、いいですよね、道東ね。まあ、札幌もいいですよ、でも。はい。まあ、そんな感じで、あと3分ですね。公開ダラダライブ、あと何喋ろうかな。とにかくこの1週間長かった。そればっかですけど。先週の公開ダラダライブ何喋ったか覚えてないし、先週喋ったことも覚えてないし、それから一週間しか経ってないという気がしないし、もうなんか一ヶ月ぐらい経ったようなぐらい、なんか時間が経った気もするし、この感覚不思議ですね。あの、ちょっと前夏の時はまた公開ダラダライブかよ、みたいな。つい昨日か一昨日やったばっかだろう、みたいな感じで、すごくこう、時間の流れが早かったというか、ああ、もう公開ダラダラ、もう土曜日になっちゃった、もう土曜日になっちゃったってやってたのが、なんかそれが全然違うんですね。本当に。先週の公開ダラダライブ、全く記憶にございません。一ヶ月ぐらい前にやったような記憶もございません。なんだろうね、この時間感覚、不思議ですね。季節がなせる技なのか、それ以外のことがそうしてんのか、ほんとうるさいね。はい。ということで、雨全然止みそうにありませんね。完全に台風の影響で、秋雨前線が完全に被っちゃいましたね。でも涼しいですね。風が、秋の風っていうか、もう冷たい風が吹いて、ねえ。ちょっと湿度が高い日もあって、ムッとする日もあったけども、それが完全に雨で冷やされて、空気で冷やされて、この、なんていうの？よく高原に行って雨降りの朝迎えたりする時あるでしょ？少しこう霧がかった高原の雨降りの朝みたいな、あんな感じですね、今ね。道東よりもずっといいね、今日も札幌はね。道東は今日寒いんじゃないですか？風邪ひくと思いますよ。道東で朝迎えるとね。これからの季節ね。まあ、そんな感じで、東一郎くんはもうずっと横になったまま、起きる気配ないですね。はい。気持ち良さそうに寝てます。雨音聞きながら。時々耳をこっちにそば立てて。ね、東一郎くん。あ、耳も動かなくなりましたね。完全に寝てんのかな。はい。生きてんのかな。あ、呼吸してますね。大丈夫ですね。あ、耳動きましたね。はい。大丈夫です。ということで。そんな無駄話してたら30分経とうとしてます。だんだんもう公開ダラダライブも、まあ最初からそうですけど、ますます適当になってきましたね。いいんだろうか。お前調子こいてんじゃねえぞとか言って、そろそろちゃちゃが入るんじゃないかなと思いながら、まあ、入ったら入ったでいいかと
思いながら喋ってる今日この頃です。ということで、今回ダラダライブ30分経ちましたので、ここまでにしたいと思います。最後までお聞きお読みいただきありがとうございました。ではまた。